はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。ゴスケアです。さてと、今日はお知らせがございます。もう散々匂わせてるんで、分かってる人は分かってると思うんだけども、はい、結構わさーっとキーボードを叩きました。ブログに書くのにね、文字でも残しておこうと思って、それを見ながら今日は動画を撮ろうかなと思ったんだけど、ほらこんなにわわわわと思うままに書いたらこんな量になっちゃって、はい、この度ゴスケアは、ゴスケアおよびゴスケアロゴマークは登録商標ですと言えることになりました。今日はそのお話をしようと思います。はい、ってな感じでプリントアウトしてきましたね。お見せしたいものがあったんで、はい、ってな感じでね、まあまあこのね、ざっくりこの書いたやつを読みながらちょっとお話しようかなと思うんだけど、お待たせしましたと。商標登録っていうのは長い時間かかるんだけど、すでに俺んとこはもうやってるじゃん。こういうマーク作ってずっとやってるでしょ。で、名前ももう随分前々やってて実態があるもんなんで、早期審査早期審査っていうのをお願いして、本当はすごく時間かかるんだけど早くやってよって、まあ追加でお金がかかるんだけど、それでやって無事登録されたんで今日報告できるなと思ったんですよ。この動画がアップされるのって多分すごいタイムラグあるから、今動画のストックがいっぱいあるからね、あれなんだけど、一体商標登録って何よっていうのをね、皆さんにねお話ししたいなと思って、このそれについてね、こうバーッとキーボード叩いたのよ。で、俺は先駆者なんて思ってないし、俺より先輩はいっぱいいると思う、いると思うっていうかいるよ。でもこういう作業とか、まあ他にこういうデザインとかこういうもんとか、まあまあ誰もやってない、足跡がついてないところを俺はずっと歩ってると思ってるのね。で、そんな俺の動画とかをまあずっと見てくれてる皆様もいて、将来のね、なんていうのかな、こう定年後にこれをやるんだとか、いずれ開業するんだとか思って見てくれてる方が多いと思うんで、それのためにね、こうなんていうのかな、そう、それとか、まあ俺一人じゃないし、仲間もいっぱいいるよ。それとみんなでこう進んできた、これの俺の姿を見ていただいてると思ってのね。だからゴスケアチャンネルってその目線でやってるんだけど、だからこの商標登録についてもちょっと詳しくやろうかなと思ったんです。じゃあまあまあ行ってみようと思うんだけど、商標登録すると何がいいって、他社が勝手に俺の、なんていうのかな、ゴスケアって名前も使えないし、このロゴマークも使えなくなるのよ。そりゃそうだよね。だから、そういうの見かけたら、類似する言葉もダメだからね。差し止め請求できんのよ。お前それやめろと。で、従わない場合は、侵害行為になるんで、とか、損害が出た。だったら、その損害賠償請求もできるんだよ。だから勝手なことはもうできなくなるわけね。これをちゃんとできれば。そう、似たようなものに対しても、類似品だよね。使用差し止めも、損害賠償もできるし、ゴスケア風とか。ね。言語道断だよね。なんだっけ。フランク・ミューラーっていう時計が、のメーカーがあるのよ。俺も欲しいのあるんだけど、一個。クレイジーアワーとかベガスとかね。フランク・ミューラーが、フランク・ミューラーっていう名前の時計メーカーを訴えた件があるんだけど、これはどうやらフランク・ミューラー負けたのかな。フランク・ミューラーさん、いくらか払うようになったのかな。ことの顛末はちょっと、ちゃんと全部追ってないんだけど、まあそれパロディはパロディでなんとか許されたのかな。本家が損害被るどころか、逆に損害、知名度を上げたんじゃねえかな、なんていう見方もできなくもないかもしれないけど、まあ悪意あるもんじゃないとは思うんだけどね、あれは。まあまあそれは裁判所が判断することなんだけど、そう、要は俺が考えたマークとか名前とかを、この使用権を広い範囲で守るためっていうのもあるよね。で、この商標権の存続期間、まあこれをお見せしましょうか、まずね。これをお見せしましょう。じゃん。まあまあ、文字がいっぱい書いてあるんですけど、こうやって。これが商標権設定登録通知書ですね。これ10年間有効です。で、これで、
まずゴスケ屋っていう名前とこのロゴマークいきます。ほらかっこいいでしょ、じゃんとね、あの商標登録証ということでちゃんと番号もいただきました。うん、登録番号もあるしね。でこの18類っていうのと35類かっていうのでちゃんと押さえてますよっていう、うん、で肉分でいくらだっけな、結構な、まあこれは後で言いますね。そう、特許庁長官さんのねこの名前とハンコが押されて、なんかすごいちゃんとしてるよねこの方法がね。ね、うん、そうなんです。まあまあいっぱいありますよ、いっぱいありますよこういう紙は。これはあれだ、次のやつだ。でこう商標権登録、存続期間は10年、まあ5年5年で分割して払うこともできるんだけど10年なんだよね。ででも更新すればいくらでもそれって伸ばせるのよ、うん、だからずっと使えるわけ、あの保護できるのよ、うん、だからこれ俺がこれを持ってもちゃんと登録してる限りこれを譲渡あるいはライセンス契約って言ってあるじゃん、ライセンス制作、ライセンス品とかライセンス契約って聞いたことあるでしょ、ライセンス契約を結んで作ってもらうみたいな。だから俺がライセンス料をもらってゴスケ屋ロゴで何か人が作ったら俺がそのなんていうのかな、人が作ってもいいよって使用権を与えるみたいなこともいないだろうけどねこんな弱小メーカーのね。でもまあそういうことなんだよね。だからなんだっけ iPad の話とかもさ、 iPad だっけな、なんかそんな名称を中国国内で抑えられてたから Apple 社は iPad っていう名前を使うためにその権利を買い取ったんだよね。確かすっごい金額だったと思うよ、うん、でもね世界中その名前なんだからその名前を使わないとっていうのがあるじゃん。そう、確かそんな話があったと思うよ、うん、でもねそんなことより何よりまあいろいろ今メリット的なものを話したんだけど、今までこのうちのアイテムを買ってくれた人たちっていうのがいるわけよ。だからこれをやっぱり一つのブランドとしてゴスケ屋っていう名前とこのロゴマークとこれをなんていうのかな、確立することによって価値が高くなるとは思うのね、うん、やっぱそれなりに一つのこう登録してあるんだからメーカーだって胸張って言えると思うんだよ、うん、ブランドってなんか小恥ずかしいけどね、一つのブランドとしてこう確立したと思ってるのね、うん、だから、うん、そうだね、今まで買ってくれた人たちにとってはこういいことだろうと、恩返しじゃないけどね、うん、と思って、それが一番ね大きかったやろうかなと思ったのは。そうなんだよね。でこれをやることによってこれをお見せしましょう、はい、はい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 、いくよいくよ、来たね来たね、よし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 、あーこれも俺作ったデータ通りじゃん、くわー来たよ、結構な枚数だよ、ドドン、ほらやった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 、あこれあの G5 ボンドもねボンドガンガン出るんでシールがなくなっちゃったんで、はい、これをお見せしたい。まあこの間刻印はチラ見せしたよね、刻印はチラ見せしたと思います。このデザインとこのデザインね、これをこれのこれのこれに合うっていうかこれとセットになるうちのステッカーです。このねソード&ローズも結構好評でこれも追加で頼みました。このターボもねアウトサイダーもちょっとなんていうのかな、アウトサイダーもいけるなと思ってそんなにいっぱい頼んでなかったんでステッカーを今回はまたね追加で頼みました。アウトサイダーね、このピストンとレンチがついてるやつ、
これはね、結構嬉しいよ。まだ全貌が見えてない。全貌が見えてない。こう帯があるんで、どんな感じって思ってるんだけど、早く見たい。早く見たい。どっちから行こうかな。こっちから行こう。ね、五助は園芸店もうやりましたよね。園芸店のステッカー、縁が全部白かったんで今まで、こういう風に。今度は縁なしで行きました。そして、ででん。詳しくはね、ブログに書いてあるんだけど、このお花の形をね、あのアガベっぽく尖らせてもらい、尖らさせていただきました。うん、これもともとはね、ノラさんがデザインしてくれたんだけど、勝手に変えちゃってごめんなさいって感じなんだけど、うん、で刻印バージョンをね、ここの上のところにちょっとね、A 文字が入るんだけど、そう、これはね、ステッカーをちょっとシンプルにしましたね。で、ここにね、登録商標と、すべてはね、ここから始まったんですよ。ノラさん作ってくれて、本当に登録商標じゃないのに登録商標で書いたら結構まずいことらしいのね。俺それ知らんかったのよ。ですぐサンタ屋さんが教えてくれて、で、あ、今いい機会だしなと。で、これもだから、この6を今までの、今ね、お客様にガンガン入れてますけど、旧ステッカーは、この6を録音の6じゃなくて緑にして、登録商標して、これを緑色にしてね、ちょっとごまかしてたんだけど、本当にまだ登録が終わってなかったから。でも本当はもう登録が終わったんで、ゴスケアは登録商標なので、ちゃんと登録商標という文字を入れさせてもらいました。はい、これは園芸部、用途とか、まだ販売してないけど、園芸関係のものを買ってくれた皆様にはこのステッカーを1枚入れようかなと思ってます。あと、なんつうの、これどうなのって声はリクエストはいただいてんの、これでこのウォレットとか作ってくれっていう。で、刻印も作りました。で、それに対するステッカーなんで、レザーアイテムにもつきます。うん、園芸部いいでしょ、この。でもう野良さん最高。はい、で、この縁なしもね、ちょっとデータ入稿で、レイヤーを分けてカットラインの外側までこうやって色を入れないとこうならないのよ。うん、これならできるだろうと思ってやったらバシッとできましたね。うん、そして漢字バージョン、いいじゃないですか、いいじゃないですか。白、赤、黒ね、この組み合わせ俺好きなんだけど、黄色がちょこっとあるね。黄色は少しだけ色が入ってる。いくよ、どう。まあ赤いのは日の丸です。白に登録商標、ちょっとね、こっちは大きめに目立つように入れさせてもらいましたね。漢字バージョン、これもこれに合ったデザインの刻印はあるので、この作品というかパッチが出来上がってから等の動画を撮れよって思うんだけど、我慢できませんでした。はい、という感じでこのデザインのものが出来上がったよとね。登録商標、何よりブランドだぜって、ちょっと鼻高くなってますけども。で、そうね、まああとは、そう、これにも書いてあるし、さっきの園芸部のにもあるんだけど、ここに5のマークに丸 R、 このゴスケアっていうのにこの丸 R のマークをつけることによって、刻印にも入ってるよ、丸 R、 ちっちゃい丸に R ってあるでしょ、これレジストレーションだっけ、レジストレーションナンバー、要は登録してありますよっていう R なのね、このレジストレーションです。だからこれはこのちっちゃく R って書いてあることによって、もうこれは登録商標であって言ってるようなもんなんだよ。さらに漢字でダメ押ししてるけどね。そう。だからそれによってやっぱり社会的信用度も上がるだろうし、ちゃんとしてるじゃん。ちゃんと登録してるんで、ブランディングにもつながるんじゃないかなと思うんだよね。こういうちっちゃい丸あるだけでも。で、やっぱり適格請求書発行事業者、いわゆるインボイスも一緒だよね。ちゃんと番号ありますよと。法人相手だったらやっぱり俺から仕入れたもんだったら、それはほら引けるわけじゃん、ちゃんと仕入れたもんだよっていう。だからそういう番号とかも信頼につながるし、そういったもんだと思うんだよね。うん、そんな感じです。はい。
感じで続きですね。うん、そうインボイスもね、俺んとこに見積もりが来たのよ、見積もり依頼が。で相見積もりだ、俺んところと他のところと請求書見積もり書2枚でこうやって比べてどっちから仕入れるみたいな。その時には俺まだ番号なかったんだよ。で負けたと。そりゃそうだよね、そういうのをちゃんとできるんだったらあった方から買うじゃん、負けたと。うん、そこが引き金だったよね。ああ、ちゃんとこれしないとダメだなと。うん、やっぱ法人のお客様もいるからね。うん、でまずこの登録に関してはするしないの前に自分もしかして商標権侵害してねえかと。自分で使ってる屋号とかこのロゴマークみたいのを特許庁で調べられるのよ。調べてみて、あ、俺侵害してるじゃん今ってなったらまずいじゃん。だからもし侵害してるの、それをしかとしっこいてやってて、ある日突然ドカンとお手紙が届いてね、内容証明で、ほんで損害賠償請求されたらどうするって話だよね。だからまずこう調べてみるのは大事かもね。うん、で大きなそれで損失が出るのも痛いけど、せっかく認知されてきて自分とこの屋号がね、まあ俺のところだったらゴスケやって名前がどんどん人に知られてきた中で自分とこの屋号を変更しなきゃならんってことになったら、これまた痛いじゃん。だからまず調べてみようよって思うよ。うん、で大企業とかは先に登録されたネームとかをね、莫大な資金力で買っちゃうなんて問題ないじゃん。ほらさっき言った iPad の話もそうだけど、でも俺たちはそうはいかないからね、やっぱり。うん、これの話はね、経済産業省も注意喚起してるみたい。うん、でいくら自分が考えた名前とかロゴでも他人が商標登録を行っていた場合はもう使えなくなっちゃうんで、理不尽だなと思うんだけども、でもそれはその前に登録した人だってね、自分で考えて登録してそれが同じだったっていうだけだから、それは前の人先に3万早いもん勝ちだな。うん、でそう、権利侵害をねしてるかどうかっていうのはチェックするっていうのは大事で、自分のブランドとして長く使いたいんだったらまず商標登録をね済ませるのがいいんじゃねえかなって俺は思うのよ。で俺は遅すぎたと思う。三体さんにもね、遅すぎた今更かでよって感じだけど、その通りだと思います。うん、まあデメリットといえば、まあ、めんどくさい、あとはじゃあその面倒じゃなくするためには弁理士さんにやってもらう。俺はやってもらったんだ。うん、で数万円から数十万円はかかるよやっぱり。うん、抑える項目が多くなればなるほど金額も上がるしね。うん、そう、全部調査費用もかかるし、だから自分で調べるんじゃなくてそれも全部調べてもらったし、で登録されたら成功報酬も払わなきゃいけないしね。うん、申請はしてみたけどなかなか通らないってこともあるみたい。やっぱりいろいろ調べたり書類を作ったりなんだりかんだり結構な量だからね、書類も。だからやっぱり、うん、だったら俺その間にずっと仕事をして、でその分お代をお支払いしてやってもらった方がいいかなと。だから俺車いじりもバイクいじりも大好きでさ、散々やってきたけどね、その時間をする、それをやるってことは仕事が止まるってことじゃん。だったら仕事を止めないでおいて人にやってもらった方がいいなって最近は思うようになったんですよ。まあやりたいことはやるけどね。うん、そうなんですね。ゴスケアっていう名前と、ゴスケアっていう名前とネーミングね、あ違う、ネーミングじゃない、ね、名前とロゴで複数の区分で行ったんで結構な支出だけど、でもこれからもね、俺はまだまだ続けようって思ったんで安いもんですよ。うん、でもう登録されたから特許庁のホームページで一般公開されてるんで、そう、さっきのやつも見ることができます。まあ嬉しいもんだよね。うん、そうそう、名前つかれてもさ、今までは文句言ってんだけだったんだよ、お前なんだよと、勝手に使うなよと、うん、文句言ってるだけだったんだけど、今回からは正式に差し止めやめろということが根拠があるからね。それはうちの名前だとっていうのが大手を振っているじゃん。うん、
やっぱ大事だよね。大事だと思う。これやっとかないとね、商品とかサービスを守るのが重要なんで、あの権利がなかったら、そう、使用できなくなっちゃうばかりか、お金をね、請求されることもあるよと。で、事業規模が大きくなればなるほどに、痛手を負うわけじゃん。だから、ある程度本気でやろうかなと思う人は、やった方がいいかなと思います。うん。独特な、独自な名前だったらね、まあ、ほら、例えば、鈴木さんとかって、名字、名前多いじゃん。鈴木商店とか言うんだったら、別に他にもいっぱいいるだろうから、それで請求されることはないと思うけども、やっぱ認知されやすい自分のオリジナルのものっていうんだったらやった方がいいと思う。うん。本気でやるならね、遊びだったらまあいいと思うよ。じゃあ名前変えるわで終わるから。うん。そうなんです。ということでね、これね、お願いしたのは、あの、フォレストムさん。ね。フォレストムさんっていう、の登録商標登録サポートの森本さんって方にお願いしました。これそうなんです。もうね、すごく丁寧に親切に分かりやすくやってくれました。うん、本当に感謝してます。ありがとうございました。ね、記念だったんでこれにもね、 R の文字を入れさせてもらいました。はい、てな感じで、うん、今後ともご付き合いをよろしくお願いいたします。じゃあね、今日はね、うまい酒が飲めそうです。じゃあね、バイバイ。はい、まあまあ、終わろうと思ったんだけど、この間隠してたやつが、あ、これ見してないと思ったんで、うん、それもね、ちょっとお見せしようかなと。あの、これステッカーのデザインをプリントアウトしただけなんだけど、ね、デジタルのデータで持ってるんで、ね、ターボと、モンローはね、このタンクの色が違うバージョンもあります。で、まあね、ソード&ロード、ローズ、うん、スパークガールね、まあこの辺ありますね。これね、今度からアウトサイダーもね、ちょいちょい作ってきますよ。はい、でこれだね、これがまあ一番最初のやつだよね。こっから始まったわけですよ。これからこの丸R、こんな感じ。そうそう、これをね、このデザインがあんなことでもう一回作っちゃ、寝かせてしばらく見て、でもう一回開いていくに、うん、ここちょっとバランス悪いな、だなんだかんだいろいろやってたんですよ。でいつまで経っても終わらないんで、これでって、うん、やったわけです。だから登録ができないこともあるじゃん。いや、やっぱりこれダメでしたって言われちゃったらね、これ使えないんで、丸Rとか。だからこのステッカーも全部無駄になっちゃうんで、ずっと待ってたんですよ、登録が終わるのを。デザイン作ってで終わったんで、無事よし、もう一回確認してよしということで、ステッカーを頼んで、刻印を頼んで、それが揃ったのが今でございます。でまあね、早速これでアイテム作りたいんだけど、今やってるやつと、ちょっと前にね、あのリクエストいただいたガルフカラー、ターコイズがあるんで、これ終わったらターコイズやって、その後にまあ最初は少数でね、そんなにいっぱい作、またいっぱいだとなんていうのかな、時間かかるから、ある程度少ない感じでババッとリス仕様でやろうかな。はい、そんな風に思ってます。てな感じで、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。